日本維新の会幹事長、あの藤田文武が、ひろゆきさんにボコられる？大阪・関西万博、それでも日本維新の会が前に進めていく理由、それを私からももう一度解説します。はい、こんばんは。参議院議員の音喜多駿です。チャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願いします。10月の30日にこちら収録をしておりますけども、昨日公開されたリハックというですね、YouTube の番組ですね、昔日経テレ東大学という名前でやっておりましたけども、そこから高橋さんというプロデューサーが独立されてリハックというですね、今番組やっていて、こちらに2週連続で藤田文武日本維新の会の幹事長が出演をしておりました。で、この番組はですね、ひろゆきさんがですね、もう政治家をですね、バッサバッサと怪盗乱魔を切っていくとですね、まあ恐ろしい番組なんですけども、まあ藤田文武さんはね、もう本当に僕の2個上の同世代のですね、非常に、尊敬する、信頼する仲間、大幹事長ですから、まあ藤田さんならうまくやるのだろうと思って、僕も今日はリハックの収録なんです、行ってきます、みたいな藤田さん、おー、いいじゃないですか、リハック、若い人いっぱいいますから、頑張ってきてください、みたいな、全然ですね、心配しないで送り出したんですが、いや、まさか藤田文武さん、結構論客なんですよ。本当維新の中ではね。まあ、今幹事長職で政策を、に取り組む時間は少ないですけども、まあ、今日もまさにですね、衆議院の予算委員会に出てですね、もう絶望鋭く岸田総理を追及してたように、政策も明るいですし、弁も立つ、議論も得意。まあ、その藤田文武さんがですね、まあ本当に文字通り偶の根も出ないほどひろゆきさんにやり込められてしまったということでございまして、ぜひリハック見ていただきたくて、見ていや別にボコボコにされるとこも見てあげてほしいとかいうわけじゃなくて、まあ2週連続で前編後編ということで公開させていただいて、で、さらにこの大阪関西万博の件で、まあかなりひろゆきさんに藤田さん詰められたわけですね。いや、それ何をもって成功と言うんだと。なんで数字が言えないんだと。そしてこんなのもう失敗に決まってると。なんで失敗に決まってると失敗に突き進んでいってるのに、それを維新は中止しないんだと。それはもう維新が既得権に染まってるってことなんじゃないかとかですね。もう矢継ぎ早に古吉さん畳みかけられて、まあちょっと藤田さんはですね、まあ最近も幹事長職も相当負担が大きいので、こう万博の細かな数字とかが頭に入ってなかったこともあってですね、古吉さんに一方的にこうやり込められてしまったわけですけども、後編まで見るとですね、まあしっかり藤田文武さんが一旦じゃあちょっと頭整理して、もう一回この万博をなぜ維新が進めていくのか、中止をさせないのかということについてお伝えさせていただきますねっていうことで、引き取った宿題について藤田さんがこう語ってる動画も一緒に流していただいていると、まあ、いうことで前編後編すべて通して見ていただくと、まあ、だいぶ印象が違うというか、もうひろゆきさんのねご意見で万博を中止すべきだと、もう絶対これは失敗するという、それ一つのご意見なんですけども、それに対してなぜ維新の会がじゃあそうせずに今万博の成功に向けて向かっていくのかということが、まあひろゆきさんにすごく責められて論点を炙り出していただいたからこそですね、まあ、うまく藤田さんが説明ができているというふうに思いますので、ぜひこのリハックの動画まだ見ていない方は、結構前後編でね2時間ぐらいありますんで長いですけども、見ていただきたいなというふうに思います。で、私からもですね、改めてこの今失敗するんじゃないかと、資材の高騰がどうなってるんだと、まあ、いろいろご心配されている万博について、この藤田さんの動画を参考にしながら、改めて私の言葉でも皆さんにお話をさせていただきたいというふうに思います。まずは日本維新の会は、大阪維新の会も万博を推進する立場です。いろいろ今ネガティブな情報出てきてますし、ご心配いただってますが、我々はまだ成功に向かってしっかりと前に進んでいると、今中止をするとか延期をするという選択肢を検討する段階にはないというふうに思います。じゃあ何をもって万博の成功に向かって進んでいると、成功とは何かという話なんですが、この成功には2つ定義があると思います。それは定量的な成功と定性的な成功というふうに私たちは整理をしました。で、定量的な成功というのは数値目標ですね。で、この経済効果は、大阪府域内で2兆8859億円、まあ、こういう資産が最大で出ております。まあ、3兆円近い経済効果があるだろうということで、これを目指していく。で、来場者目標というのも重要です。近年の万博というのは、だいたい来場者2000万人以上を記録するということが慣例、通例になっているんですが、直近のドバイ万博は2410万人ということでありますから、今回の大阪関西万博は2820万人という、この410万人もプラスしてですね、2820万人という数値の目標を立てました。これはまあ、現実的かつ、まあ2410万人のドバイはコロナ禍、まだコロナが収まってない段階の万博でしたから、それを開けてですね、今かなりインバウンド、その海外旅行等々も活性化していくことを考えれば、2820万人というのは野心的ではありながら、これ現実的な目標だというふうに思います。3兆円近い経済効果、3000万人近い来場者、まあこうしたものをしっかりと見据えて、この定量的な成功を目指していくということであります。じゃあもう一方のこの定性的な部分、これは測るの難しいですけども、どんなことが万博で起こり得るのか、
ということで、オリンピックが人類最大のスポーツの祭典、スポーツイベントだとすれば、これ万博というのは人類最大の知の祭典、もう知の祭典なわけですね。で、これはもう未来社会の実験場というテーマでやってまして、もういろんなこう新しい科学技術、イノベーションがここから生まれていく、まあ、そういうことを目指し、そしてそういう場となることが期待されているわけです。で、実際に今回153カ国参加表明があって、184日間、まあ、半年間で約2000万人が、この2820万人という目標ですけども、2000万人が一堂に会すると。それは単にこの万博楽しみだなって見に来た方々だけじゃなくて、海外の様々な政治家やビジネスマンとか芸術家とかですね、科学者、もう様々なこの、有力者たちが一堂に会して、そして日本に来れば、その科学者同士、政治家同士、そういう、あるいはビジネスマン同士、いろんな会話、出会いが生まれるわけですね。そこからどんな新たなビジネスチャンスが生まれるのか、新たなイノベーションが生まれるのか、これが爆発するきっかけになるのが万博という場なわけですね。例えば有名な話ですと、まあ、万博は歴史長いわけですが、1867年、パリ万博、これ日本が初めて参加をしました。そこで日本の浮世絵がですね、初めて、万博にこう、参加、こう、万博でお披露目されたわけですね。北斎とかの浮世絵。それはですね、非常にこう、ヨーロッパで有名になりまして、ジャポニズムという単語が生まれて普及していって、そしてこの浮世絵から生まれたイノベーションというのはゴッホであったり、モネ、印象派のモネ、こうした方々に非常に大きな影響を与えて、様々な名作が生み出された。もし万博というですね、出会いの場がなければ、浮世絵とモネやゴッホが出会って、新たな作品が生み出されるということはなかったかもしれないわけですから、まあ、こうしたイノベーションとかで新たな、この文化の融合、文化の大爆発のきっかけになるかもしれない場所が、この、万博という場所になるわけです。こうした出会いとかの場であるということ。そして、マレーシアもですね、以前参加した、このドバイ万博に参加したマレーシアはパビリオン出したことによって、経済効果が2兆円あったということを政府が公式に発表しています。まあ、2兆円というのはなんかちょっと少し大きすぎないかなという感もあるんですけども、でもこのパビリオンが半年間出て、それメディアセンターというのが設置されて、世界各国からメディアがそこに常駐をして、情報発信し続けるわけですよね。それは日本でこんなことが起きてます。日本で我が国はこんなことしました。こんなイノベーションが生まれつつありますということを、自分の国に対してどんどん各国のメディアが宣伝をしてくれるわけですから、その広報効果たりや、凄まじいものがやっぱあると思っていて、これは経済効果以上に日本というですね、日本で何が起きてるのか、日本が、いや、こういうとこがすごいよね、とか、こういうとこはなかなかいいよねっていうようなことが、こう、なんでしょう、万博をやるとメディアセンターから自動的にというか、まあ各国が発信してくださる。これも非常に大きなインパクトを与えうるというふうに思います。そしてまあ何よりですね、この万博今回も子供たちをなんとか無料でいっぱい招待しようと、今大阪府市も知恵を絞ってますけども、まあ、この万博を訪れて、そういう未来のデザインとか社会の実験場というかですね、新しいテクノロジーや芸術、文化に触れた子供たちが、そこから新しい挑戦に踏み出していく、刺激を受けて何か新しいことを始めていくと。まあ、こういうね、種をまく効果というのもやっぱり期待される。まあ、こうしたことたちは何が起こるかというのは今時点でわからないですし、起きたことを定量的に測るということは難しいですが、やっぱりこう2000万人以上のいろんな国籍を持ったバックグラウンドの違う方々が一堂に会して半年間という期間の中で様々ミックスされて出会いが生まれると。まあ、こういう爆発する場というのはやっぱり万博という貴重な場でしかできないことですし、それだけ規模のものはなかなかできないですし、この成功に向けて努力していくということは私たちは現時点では非常に大切で捨てるべき目標ではないというふうに判断をしています。まあ、資材の高騰とかもいろいろ言われておりますし、これはもう、物価が、人件費、資材費、非常に上がっていますから、これは万博だけの問題ではありません。まあ、しっかりとこれは数字を精査していかなきゃいけません。また、建設の遅れ等々も指摘されてますけども、まあ、パビリオンの建設が遅れているということが指摘されてますが、まあ、それ以外の工事については概ね順調か、もしくは前倒しで進んでいて、まあ、これは、これからは、本腰を入れて政府も取り組むということでありますから、十分にまだ挽回できる可能性はあるというふうに思います。なので私自身もですね、藤田文武幹事長が言うように、今現時点でこの万博を中止にすべきとか、延期にすべきとか、引き返すべきというような結論には至ってはおりません。ただ一方で、このリハックという番組中で、ひろゆきさんが、この、藤田文武幹事長に言ってるように、維新は自分で提案した政策であっても、それが間違ってると思ったら、改める政党ではないのか、そういう政党であるべきだ、というアドバイスをいただいています。それは私も全くその通りだと思います。現時点では、万博は中止にすべきだとか、その要素があるというふうには判断はしておりませんけども、今後、様々な情報が出てくる中で、まあ、資材費の高騰とかね、それもこれから精査していきますけども、俺はもうどうにもならんだろうと、マイナスの方が大きいだろうというような材料が出てきたら、その時は勇気を持って引き返せる、自分たちが進めてきた万博という政策であろうとも、これは違うんじゃないの？一回立ち止まって考えようよと、まあ、そう言える政治家政党でありたいという思いは、私も藤田文武幹事長も持っておりますので、
その点はしっかりと皆様にもお伝えをしていきたいと思います。はい、ということで、万博の件を触れさせていただきました。今日10月30日で、衆議院の予算委員会、やらせていただいておりまして、あさっての参議院のテレビ入りの予算委員会では、私、音喜多駿も登壇をさせていただきます。まあ、私は、社会保障の問題とか、社会保険料の件と、経済対策、中心にやらせていただきますけども、まあ、いろいろ万博とかね、様々テーマある中で、しっかりと、私、日本維新の会、既得権と戦う政党ですから、過去に固執はせずに、前を向いて、しっかりと今後も頑張っていきますので、よろしくご視聴ご鞭撻と、チャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さよなら。もう閉館のアナウンスが流れてきてしまった。じゃあまたね、明日失礼します。